アナトール・リトバクは、ロシア出身の映画監督。ドイツ、フランス、イギリス、アメリカで活動した。日本では、リトバーク、リトバークとも表記される。出生名、アナトリー・ミハイロビチ・リトバクとして、ロシア帝国のキエフで生まれた。父親は、ユダヤ人の銀行峠。14歳の時に、サンクトペテルブルクに移り、前衛劇場で俳優としてデビューした。その後、 同地の大学で哲学と演技を学び、劇団で俳優兼助手となった。1923年、ノルドキのスタジオに入り、数本の作品で脚本や美術を担当。同時に、初の短編、タチアナを制作したが、同年にドイツへと渡った。ドイツでは、ゲオルク・ビルヘルム・パープスト監督の喜びなき街の編集や、アレキサンダー・ボルコフの助監督を務めた。 その後、1930年に長編、ドリー・マクト・コリラで映画監督としてデビュー。以後、女人近こ今宵こそは、を発表したが、1933年にナチス政権が誕生すると、リトバクはフランスへと移住。同地で最後の戦闘機や歌方の連などを発表した。1937年にアメリカへと渡り、ハリウッドに進出。 数本の犯罪映画や、たそがれや、すべて、この世も天国もといったロマンス映画を発表。1942年から1945年までは、ザ・バトル・オブ・チャイナなどプロパガンダ映画、我々はなぜ戦うのかシリーズをフランク・キャプラと共同で監督した。戦後、フランス政府から、レジオンド・ドヌール勲章が授与された。その後もアメリカに泊まり、アカデミー監督賞に、 ノミネートされた、ヘビの穴や、イングリッド・バーグマンを起用した、水槽などの作品を発表した。1960年代からは再びヨーロッパに移り、バーグマンとイブ・モンタンを起用した、サヨナラをもう一度や、将軍たちの夜などの作品を発表した。1974年12月15日、フランスのリイ・シュル・セーヌで死去した。ありがとうございます。